コスプレマスク株式会社リーザスは東京都台東区柳橋にある企業 EC サイトムニムニ製作所を運営着ぐるみコスプレ用品の製作販売を手掛ける東京都台東区柳橋1丁目14-3に本拠を置く EC サイトムニムニ製作所の運営を行うキャラクターの顔を模したコスプレ用の仮面の製作販売を手掛ける 2016年、ムニムニ製作所開業。2018年10月、会社設立。11月15日、東京都台東区倉前4丁目5番9号、OT ビル4階から現所在地に移転した。なお、2018年に、テレビ東京のバラエティ番組である、もやもやサマーズにで、三村正和や福田のりこらが、ムニムニ製作所を訪問した様子が放送されている。 コスプレマスクは、コスプレイヤー自身の素顔を出すこともなく、性別も関係なく、好みのキャラクターになりきることができる。一方で、マスクのオーダーメイドは1面あたり10万円程度と、高価であり、ハードルが高かった。このため、ムニムニ製作所では反面を、ソフトビニール製とすることで、コストダウンを図り、ウィッグなども含めて、販売価格を2万円程度にまで抑えた。 美少女キャラクター以外にも美少年キャラクター風のマスクやデフォルメを控えめにしたドール風のマスクなども制作している。こうしたマスクをマネキン人形に装着し、等身大のキャラクター人形として楽しむ例も広がっている。AB 通販法の表記。ムニムニ製作書。2020年6月7日閲覧。ABC 注目が集まりつつある。 美少女マスク系コスプレ。オーダーメイドで約10万円だったマスクが今では ?1 アップ情報局。吉倉デザイン。https コロンスラッシュスラッシュ kk1up.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ n83171.html2020 年6月7日閲覧。ab 株式会社リーザースの情報。国税庁。 2020年6月7日閲覧。ムニムニ社長の歴史。ムニムニ制作所2020年6月7日閲覧。株式会社リーザースの企業情報。グラフィカルジョブ。2020年6月7日閲覧。価格。コムテレビ紹介情報。ムニムニ制作所に関連する情報。価格コム。2020年10月31日閲覧。あなたの知らない。 美少女マスクの世界、不気味の谷と向き合い緻密に作られるマスクたち。1アップ情報局。吉倉デザイン。https kk1up.jp スラッシュアーカイブスラッシュ n86753 ド html2020 年6月7日閲覧。美少女マスク界に変革一点物として制作された、ドール風マスクが一転して、 最新トレンドに、1アップ情報局、吉倉デザイン、https コロンスラッシュスラッシュ kk1up.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ n95278.html2020 年6月7の通欄。新作、ドール型マスクなど広がりを見せる、美少女マスク会。等身大ドールに使用する、新たな客層の兆し、1アップ情報局。 吉倉デザイン。https コロンスラッシュスラッシュ kk1up.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ n106387.html2020 年6月7の開通欄。ありがとうございます。